はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、新馬戦簡単攻略法。はい、えー、もうそろそろね、シーズンが来ましたので、こういう動画もね、ちょっと一本アップしようかなというところでお届けしていくんですが、 この動画では、新馬戦に向き合う上で、簡単効率的に予想を行うためのアイディアをご紹介します。競馬初心者さんでも簡単にできますし、競馬歴、馬券歴が長い人でも気がついていない人が多いことですので、ぜひね、最後までご覧ください。この動画で出てくる数字は2010年以降の長い期間での総合値となっております。なので、13年分かな ?12 年分ですかね。はい、えー、じゃあそれではね、スタートしたいと思います。まああの、チャンネル登録ポチッとしてから見ていただけると嬉しいです。 なんてね、動画のね、あの、冒頭でチャンネル登録してくださいなんで、久しぶりに言いましたけれども。はい、えっ、ー、と、反応時計とね、ラップを利用する話になります。最後の強烈なネタだけは、ウッドも使えますという感じなんですけど、まず反応時計ね、追い切りの時計でいいです。いいんですけど、まあ、土曜日曜に早い時計を出す場もいますので、レース前7日間の最速時計を利用することが理想的なんですけど、まあ、面倒な人は全然追い切り時計だけで OK ですね。はい、新聞にも載ってますね、全部ね。で、まあ、あの紹介する成績と大きくずれることは、えー、あります。 ませんのででご安心くださいで、えー、まずこちらの表を見ていただきたいのですが、うちのチャンネルのまあ、対策動画ですね、重症対策動画ではコース別で掲載しているものと同じ表の形なんですけれど、これは新馬線だけのものとなります。はいでで番左左そのの隣ですね左2つここの え部分がまあ言葉でラップを表現していますで。一番右にラップ例がありますので、まあ、あの照らし合わせて見ていただければ、えー、どなたでも簡単にわかると思うのですが、重要な部分がこの赤文字で、えーっと黄,色いね、黄色いラインを入れてあるところなんですけど、まあ、要するにもう簡単に言ってしまうと、加速ラップの、まあ、もうそれがもう圧倒的にあの勝率も回収率も高いということですね。 で、上半分で言うとですね、例えば、見、え、放、ー、加速1波論12秒台と書いてあります。その上、見、え、放、ー、ラスト減速2波論12秒台とあります。では、まあ、右のラップ例なんかも見ていただきたいんですけど、ここがまあペアですねで。その上2つ、2波論1波論12秒台の加速と減速まあここがペアというように見ていくのが、えー、正しい見方かと思うのですが、そういう見方していくとですね、やはりあの、 もう勝率でもやはり、まあ、3%パーから組み合わせによってはもう10%パー以上回収率はもう30%パーぐらい違ってきますねで下半分で、下半分注意してほしいのがですね、えー、立冬ラスト原則ニハロン12秒台のところの回収が99%パーもあるんですけどこれの人気薄が2頭ぐらいポンポンと入ってですねあの回収の底上げをしているだけなので、まあ、勝率なんか見ていただければわかるんですけど6.9%しかありません で、えっと、加速の方ですね、10.8%ありますから、やはりここもね3%から4%ぐらい違ってくるんですよね。で、えーまあ、これをね、元に考えると、もう基本的には加速ラップの馬を買うっていうのが、もう一番効率がいいっていうことは、もう一目瞭然だと思います。 で、話がそこから続いていくんですけれども、まずですね、あの、見本の販路、ダービー以降、なんで、も現時点ですね、4ヶ月間の改修工事に入ってしまいます。その点はね、ご注意いただければなと思いますが、まあ、4ヶ月後にはね、戻りますので。で、えっと、販路のね、加速ラップ、先ほどのパターンですね、表に掲載したパターンなんですけれども、2010年以降の新馬戦の総合で好成績となっています。1レースあたりの該当数の上下幅はあり ますが平均3頭ですでえっ、ー、と該当数1等以上のレースにおいて該当馬が勝利している確率だかいずれかですねいずれかの該当馬が勝利している確率が27.4%もあります で、その単勝をすべて買っていた場合ですね、単回収でトータル93.2%となっておりますので、多くの、まあ、競馬ファンの馬券成績ですね、年間の馬券成績をもとにして例えるんだったら、下手に予想するより、これを買う方がまあ好成績、上回ると。そんなね、えーまあ、ちょっと残酷な結果にはなっています。またですね、大東馬が1頭以上馬券内に入る。 確率がもありますねだから約6割は馬券内に1頭以上入ってますよということになりますので加速ラップを確認するだけで、まあ、30%近い勝率と90%超えの回収率そして半分以上軽く馬券内に来る馬がですねまずここで1つ簡単に判断できます。 でここからが、ねえー、強烈になっていくのですがまず、ね、ここまで紹介したことの点と点を、まあ、線でつ、ね、ないでみましょうというところなんですけどまず点1、ですね。半路の加速ラップは好成績であるということで,で、点2、半路の減速ラップは成績が悪いですよねということですね。この点2つをつな、まあ、いで線にするとでそうするとこれがですね、まあ、あの金につながる線といいましょうか、はい、金運の線ですかね手にあるような、えー えー、半路の減速ラップの馬が多いときに、加速ラップの馬を狙えば好成績になるはずだよねという、ね、仮説が一つ生まれます。そんなわけで、えー、まずこの赤文字の部分ですね、対象レース、えー、半路の減速ラップの頭数が5頭以上いるレース、たくさんいますね、はい。成績の悪い馬がたくさん該当しているレースとなります。で、その中での対象馬、半路の加速ラップの馬。 はい、まず当たり前ですよね。で、もう一個はですね、反路以外の状況もありますで、そこで主要なのはウッドですよね。で、ウッドの追い切りで、まあ、ロ波論67秒台以下の馬、まあ、十分動けている馬ですね。この二つっていうところを、えー、狙いますと。 で成績なんですけど、平均等数、まあ、これも3等なんですけど、レース勝率が28.3歩あります。レース勝率というのは、該当している馬の総合の勝率ですね、はい。これを母数ベースで計算してしまうとですね、えー、例えば、えー、3等いますと、ライトが3等いるレースが10回続きました。すべて その3党のどれかが勝ちましたと。馬券法としては馬券の考え方現実に起こっていることとしては勝率が100%なんですが母数計算してしまうとですね33.3%になってしまうというところでまあこれあの重症のね、うんえー まあ、枠順別成績とか、なんか、馬番別、馬番はいいんですね。えー、枠順別成績ですね。はい。枠にはね、2頭、3頭いる場合もあります。なので、その成績を出すときに母数計算をしてしまっている、まあ、メディアであったり、発信者さんっていうのはたくさんいるんですけど、それはもう実際に競馬で起こっている数字とは、かけ離れてしまうということになってしまいますので、ここではね、レース勝率という表現をさせていただいております。はい。それが28.3%。そして、単勝の回収率 率が13 2。2%ということで。2010年以降の成績となっております。はい、えーっとだから12、3、12年かなっていう成績になってくるわけなんですけど、重症の過去10年たった10レースですけど、はい？それとはあの訳が違う期間になりますからねえー。なのでね。これはあのすごく僕的には好きな狙い方なんですけどでえー、っと単勝ですね。 あの単勝でまああの買うというところにこだわっていただきたいなとでそれはなぜかというとですね単勝の期待値が高い馬が3頭4頭いるからってそれが馬連とかねあの馬単のボックスでプラスになるとは限らないんですよ。うん、なので基本的に、まあ、その馬を頭に考えた馬券はいいんですけどシンプルにそれだけをまとめて買うからプラスになるかと言われるとそれは違いますけどね。 でえーまあ、その中で,です、ね、当然人気薄の馬の方が期待値は上がるだろうというのは当然のことなんですが、全く同じ条件で、先ほど該当した馬の中から、えー、単勝10倍以上の馬、これのレース勝率が11.6%ということで、で当然、単勝10倍以上に限定しているので、まあ、平均等数は2頭とかね、えー、減ってきます。減ってきますけど まあ、あそれで10倍以上って考えると11.6%ていうのはかなり成績がいいしかも単勝10倍以上の馬ですからねでレース勝率が11.6%あるっていうことは当然、回収が高くなるということで単勝回収率が、ね、164%もありますので、まあ、新馬戦で、ね、あの人気予想を狙うと。 そして、大きな期待値をまあ、あの狙っていくっていう作戦を取りやすい方法になります。ただ、えー、安定させるためには人気問わず買う方がいいですよね。っていうのは先ほど一つ前の画面のようにですね。勝率の差がまだいたい17%ぐらいですか？ありますので、17%の勝率を取って回収率を。まあ30%下げるっていう方を選ぶっていうのは僕はありだと思います。はい、じゃないとですね。えー、っとまあ、28点。 3%ぐららいの勝率だったままあ、まあ、あのー、多くの人が続けられます、まあ、多くの人って言っても競馬においてですね何か情報を得た時にそれを変え続けられるメンタルがある人っていうのは、まあ、あの10人のうち23人だと思うんですけど28.3%あればそのままですね10人のうち23人はいけると思うんですよ。なんですけど勝率が11.6とかになってくるとですねまあ10人で1人いるかいないかなんですよね。 はいえー、それぐらいになってきますので僕としてはまず前者の方がいいのかなと思っております、はい、初心者の方はですねただ新馬戦以,以外でも自分のロジックとかいろいろ持ってていろんなところの、あのーまあ、狙い目が一日中ありますよとそこをコツコツ買っていますよっていう方であれば新馬戦は人気椅の方こちらですね今画面に出ている方をそこにまあ組み込んで、まあ、狙っていくというような使い方がいいんじゃないのかなっていうふうには思いますね で最後ね、ちょっと余談にはなるんですけど、まあ皆様もですね、競馬馬券研究とかする上で、えー、買えるもの、買えないものの2つを見つけることがあると思います。買えるものっていうのは、えーまあ、成績がいい、シンプルにまあ勝率がいいとか、回収が高いとか、買えないものっていうのはその逆ですよね。で、これを見つけることがあると思います。あると思うというかですね、えー、買えるものを見つけたときっていうのは、多くの場合、買えないものもセットで見つかります。 はい、でこの場合ですね、同ジャンルのファクターであるときに特に言えることですが、やっぱ組み合わせが効果的ですと。ね、期待値の低い馬 A、高い馬 B、今回で言ったら、減速ラップ、加速ラップ、減速ラップが A、加速ラップが B となるわけなんですけど、この場合に A が多いレースでの B の成績を調べることで、一気にね、勝負レースを絞り込むことにつながる場合がありますと。 例えばじゃあ決闘とかに置き換えて考えたらこのコースは、えー、ドゥラメンテサンクの成績がいいですねとで。でもこのコースはルーラーシップサンクの成績が悪いですねってなった時にルーラーシップを買わないドゥラメンテを買うみたいなそういうあのシンプルな考えっていうのが多くの人がやるんですけどじゃあルーラーシップサンクが2頭3頭いる時のドゥラメンテサンクの成績はとか。 ルーラーシップ3区が、このコース苦手なのに、1番人気から3番人気の中、もしくは1番人気から5番人気の中に、2頭以上入っている時の、ドゥラメンテ3区の成績ってどうなんだろうかとか、こういう考え方をしていくとですね、自分があの見つけた食材とか料理とかですね、それを最大限に美味しく食べるための、例えばワインだったりね、この料理に合うワイン、このおでんに合うまあ日本酒とか、それ僕の趣味なんですけど、 なんかそういうね、えー、組み合わせ方で自分がせっかく作った料理見つけた素材とかを、まあ、一番美味しい食べ方ができるっていう発想になるので、はい、ぜひ、ね、この組み合わせっていうところも意識していただければなと思います。なので 例えば皆さんが今持っている中で、まあ、回収率が90%とか、ね、95%、100%ジャストぐらいの,あの、まあ、ロジックがあるとして自分の発見があるとしてそれを発見したときに見つけた買えないものを組み合わせたら簡単に100%超えましたなんていうことは多々あるんですよ。うん これは僕もね、やっぱりあの馬券とかいろいろ調べ始めた、特に、そして20代前半半ばぐらいまでの時にいろいろ考えてて、一番ね、これが効果的だなと思ってます、いまだに。はい。なので、うーん、そうですね。だから皆さんもなんかそういう経験をしてほしいなと思いますし、何かこの動画がね、そういう、今回の新馬戦だけじゃなくて、他のレースでも、なんか皆さんの役に立つような、えー、発想の転換とかアイディアとか、なんかそういうものにつながればね、あの、すごく嬉しいなと思っております。 はい、えー。そんな感じでお届けしてまいりました。ぜひね、チャンネル登録してください。競馬本の著者やっております、竹内です。ということで、今回の動画はなんだかあの、真面目なトーンで、あんまりあの、話がね、えー、横道、脇道、近道、そういうところにですね、あの、逸れずに、あの、進んできたかな <laughs> とは思うんですけどね。なぜかね、今日ちょっと真面目モードでしたね。やっぱ新馬戦っていうところで、うん。 なんだろうな、こ新馬戦っていう話がしたかったというか、まあ、さっきの最後の話もしたかったんですけど、割とね、ちょっと僕の中で重要だなと思っている話が集まっていた動画にはなりましたので、なんだか、あの、ちょっとふざけたりですね、えー、余計なことを言うような気にならずに、あの、進んできたんですけど、まあ、おでんの時は日本酒かなっていうぐらいですかね。はい。でもね、おでんの時は日本酒かなっていうのは、ちょっと僕ね、今年ね、あの、今年の冬というか、去年の年末から、 なんか忘れてたんですよね。日本酒好きなのにね。日本酒好きなのに日本酒を飲むっていうことを忘れていまして。おでんと日本酒の組み合わせやってないなーって今喋りながら気づいてすごくショックだったんで、まあちょっとだいぶ気温もね、高くはなっておりますけど、まあちょっと今夜はおでんと日本酒にしようかななんていうふうには思っていたりします。まあ皆さんにはあのどうでもいいことかと思いますけど。 あでもなんかね美味しい日本酒とかね、なんかコメント欄とかで教えていただけたら嬉しいなと思っております。はい、あとはもうあの、美味しい新馬戦でね、美味しい馬を買っていきましょうという感じですかね。まあ、新馬戦買わない方もおられると思いますけど、どうなんですかね。あのでもやっぱ新馬戦って G1 よりもあの出れるチャンスはないというかね、もう1回しか新馬戦出れませんし、あとはそうですね、あのやっぱり近年のファンは馬娘から入っている新規ファンの方が多いので、 自分の好きな馬の子供を買おうと。でそこからあの1から100まで最後まで見ていこうみたいなね熱いファンの方が多いと思うんですけど、まあ、そこはなんかハートフルに買ってる中で、まあ、僕や皆さんはまあ、ドライにというかね、えー、とりあえず利益が出しやすいところを買っていって、買って余力があるからこそ自分がすごい好きな推しの馬を損得感情抜きで買える時が来るというね。なんかそんなような、その、なんですよ、ドライとクールと、 ね、あのハートフルをなんか共存したようなやり方をやっていけたらななんていうふうにはちょっとね思ったりしながら、はいえー、お届けさせていただきました、えー、まああのあとね美穂の反路が回収に入るのでその間はね特にダート戦なんかはあの立冬の反路組が強くなってあの優勢な成績出すかなと思うんですけどそれが明けたらガラッと変わるまであると思いますそんな動画もアップしたんですけど予測のね、はいえー、なんですけど、まあ、10月からそういう新しいあの見穂の反路が始まって えー、まあ、年末ぐらいまでにはね、ちょっとそういう新しく見えてきた傾向、あとこれまでの推測ですよね。タイムは変わってくるけど、タイムは変わってくるけど、ラップは、 そうも変わらないと思いますし、しまい、あ、加速の馬は減ると思うんですけどね、割合としてね。なんですけど、何秒までの減速だったら、これまでの反論の加速と同じだったかみたいなことを出せるぐらいのデータ量は僕持ってるので、10年以上分ね。その辺もね、ちょっと詳しく年末にはお届けしたいと思ってますので、まあ、じっくり。あの 毎回ね全ての動画見なくていいので、ぜひね、チャンネル登録しておいていただいて、なんかそういう、なんか、ちょっとマニアックなね、他のチャンネルではやってないようなとこだけでも見に来ていただけたらいいなと思って運営しております。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。